はい、今回ですねこちらメルカリで買いましたアルティメットルミナスシリーズとですねウルトラマンの、リブットと、Z ですね。こちらメルカリで4000円ぐらいかな、若干高めでしたが買いました。今はですねこちらのアルティメットルミナス自分集めてますので、過去に出たやつはやむを得ず買わせていただきました。はい、じゃあですね、こちら早速見ていきたいと思います。こちらにですね、Z と、リブットがですね1体ずつ付いてまして、あとこの電源ユニットですね、 LED ユニットが2個付いてます。はい、じゃあ中身を見ていきたいと思います。はい、向かって左側が Z でこっち側がリブットですね。で、足を支える土台が4つ入っています。じゃあ最初、こちらリブットから見ていきたいと思います。まずここに LED を入れるとですね、ここから光を吸収して目とかが光る仕様になってます。で、まず左手ですね、ギャラクシーレスキュー4、それともリブットって登場したシーンですかね、このポージング、おなじみの、このね、太極拳みたいな、太極拳なのか、灯籠拳なのか、水拳なのか分かんないですけど、拳法っぽい感じですね。左手に象徴的なこのシールドというかですね、クリアパーツがついてます。塗り分けはね、比較的綺麗にできてますけど、ここはちょっと甘かったりとか、あとはですね、はみ出しがあったりとか、若干こういうところに赤点がついちゃったりとかですね、残念なところがありますけど、まあまあ許容範囲じゃないでしょうか。これ以上認めるのはこういう大量生産するものは厳しいかなと思います。で、自立しますね。はい、なんでいいですね。はい、まずこちら、ここのね、胸のね、この、なんて言いますか、模様が好きですね、個人的にはかなり。で、続いて、おなじみ人気の、ウルトラマンですね、ウルトラマン Z を見ていきたいと思います。こちらも胴体開けると同じような仕組みで LED が入ってきます。ちょうどこの黒と青のところで分かれてますね。なかなかいい作りだと思います。で、まずは右手じゃない左手か、左手、これは空手の引き手ですね。しっかり引いて力を込める、チェストという感じかな。はい、で、シトウ、かっこいいですね。これも一応 Z マークが色つくのか、光るのかな。で、首は外れやすいますね、首も。で、こういう細かいところが水色になってたりとかですね、塗り分けできてますけど、どうですかね、目立ったところはないかな。こういうところはですね、墨入れしたいですよね、個人的には。ただ墨入れしちゃうとね、価値下がっちゃうんで、どうなんでしょうか。はい、で、自立します。じゃあちょっとこの後ですね、部屋を暗くして LED のライトをつけていきたいと思います。はい、今ですね、部屋のライト電気消してまして、机のデスクトップ上のライト1個だけつけてます。じゃあまずリブットからつけます。すでに電池が入ってますね。これ中古なんでね、電池がちょっと切れてるかもしれないけど大丈夫そうですね。比較的白めの LED です。で、出っ張りがあるので出っ張りの方を入れてってことで、入れやすいし出しやすいですね。これビクトリーだったかな、この間レビューした時に入れるのも向きが難しくて、しかもこうやって出ないんでピンセットが必要だったんですよね。はい、こういう感じです。どうですかね、ビデオ越しじゃなくて目視で見ると、このね、カラータイムはすごい綺麗でかっこいいですね。
続いて Z やっていきたいと思います。 LED の色は一緒なんですかね。あ、比較的白い気がする。で、出っ張りがあるので同じような向きで入れていきます。かっこいいな。はい、 Z このバージョンです。いいですね。はい、ということでですね、今回こちらのアルティメットルミナスの Z デリベットセット買いましたので紹介しました。はい、ご視聴ありがとうございます。じゃあね、バイバイ。